ね、ありますか、このちゃんとそういう風に、ね、作ってんだよね。そういう風にね、やっぱね、あのどんなにエフェクトとか頑張って作ったとしてもね、結局ねカメラワークが全てなんだよね。このふわって揺れてる感じ、揺れてる、もうこの人が何かしでかすぞっていう緊迫感は、こういうこの揺れがね大事なんだよね。これ実際だってこれ撮ってる時とかもうちょっとスムーズにいけるんだけど、わざとこういう風にちょっとガタガタっていう風にすることによって、なんかもう、あ、こいつ何かやらかすっていう雰囲気をね出せるわけ。これ相当チープだな。てかなんか僕もう透けてんな。まあいいか、なんかエネルギーブワーってまとわれてね浮いてます。めちゃくちゃかっこいいこのシーン、浮いてるね。このこれもちゃんと土台がね、あのね、このカメラをちょっと横に向けるとね、あの椅子があるのよ。なんか座れる椅子が浜辺にねあるんですけどそこに僕乗ってあーんってこう地団駄踏みながら撮影してもらって、それをこうそこだけロトブラシで切り取って、ここにこう合成してますね。あーかっこいい、このね、1カメ2カメ3カメ面白い。あ、次のシーンも面白い。すでに面白い。これね、かっこいいんだよね、このシーンが。こう本当に好きですね、ここは。投げ飛ばすシーン。かっこいい、この、ブラシ決めたポーズね。かっこいいね。これ全部、ちゃんとオーラまとってるの、ほんとよく頑張ったよ。このね、これ、見てください。これ、結構ね、笑ってんだよね。笑ってんだよ。僕は本当に笑ってんのはもうしょうがない。もう笑っちゃったんだもん。何やってんのかなって。笑っちゃってんだよね。で、これね、面白いのが、これね、よく見てほしいんですけど、これ、と、投げ飛ばすときは、こう、オーラまとわれてんのよ。まあ、その、うわーって、フォースみたいなもんね。こう、浮かせられて、うわーってこう、その、カノンちゃんのエナジーを、こう、わーってまとって、ふわーって浮いてるんだけど、その後ね、投げ飛ばされた後の僕、瞬間をちょっと見てほしいんだけど。ね、わかりましたか？めちゃくちゃ笑ってんだよ。何笑ってんねんってね。本当に何笑ってんだよ、お前。まあ、いいとして。これね、僕が投げ飛ばされる瞬間までは、オーラをまとってちゃんとまとわしたの。ふわーってふわーって。でも投げ飛ばした後って別にもうこうエナジーを飛ばしてる必要がないので、ふわってもうエネルギーがふわーって消えたっていうのをちゃんと映してみたんだよね。うん、こういうなんか小細工っていちいち必要。もう こういう小細工ってね、本当にいちいち必要じゃないと、なんかリアル感が出ないんだよね。まあ、僕笑ってるんで全然リアル感ないんですけど、これだけ見ると。この後もさ、笑ってんだよ、もう。笑ってんじゃん。まあ、あまりの衝撃に笑っちゃったみたいな、そういう解釈でお願いします。で、これね、かっこいい、これ。お、よく止めたな、ここで。ここかっこいいんだよね。ここはね、すごくお気に入りです。もう、すっごい後ろに人いるけどね。こう、バシ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 。んー、ふわっ。ね。これかっこいいね。これはね、これ、見ればわかると思うけど。これね、すごくないですか、これ。カノンちゃん、いつの間に瞬間移動できたんだって。高速移動か。ねえ。っていうね、これもね、元の映像を見ると本当に面白いから。はい、アクション。もうただ走ってるだけなんだよね。ただ走ってるだけだから、本当に
ただ走ってるだけなんだけど、でもその間をものすごい速さにすることによってちゃんと瞬間移動、高速移動してるような感覚にもね見えると。これもいちいちさ、あの残像してるからね、すごいんだよね。めっちゃ見てるこっちのこと。ファッファッ。そしてこのカメラアングルですよ。このカメラワーク、これはあのカノンちゃんにこうファッて来てもらったんじゃなくて、僕がこう移動することによってカノンちゃんがファッて来たような感覚にさせるという、ね、ファッね、かっこいいこのカメラワーク。ごめんなさいね、ちょっと持参ばっかりで、僕本当にあの今回のミュージックビデオ頑張ったからね、今回ばっかり許してほしい。このなんつうの、一回行くんだけどそこにパンって止まるんじゃなくてふわっていう、このこれね、反動、ちょっとここにピョンっていうバウンド、これがあることによってすごくふわんね、リアルな感じ出ると思うんですよ。うん、実際これあってやろうとしたら、あ、行き過ぎたなんだけどね。でこれね、さっきまでね、あの真横にいたんだけど、この段階ではもうなんかもうエネルギーをさらにこう力にしようとして、もうこうなんだろう、実体のない自分をふわーっつって持ってエネルギーを貯めてるみたいな、そんな感じですかね。ウィーンっつって、おいかっこいい。あ、これね、これはね、あのトラッキング、モーショントラッキングって言って、ここにその素材をくくりつけるやり方なんでね、まずここにトラッキングっていうのをさせて、その手の動きに合わせて、まあ、一応アフターエフェクトの方でも認識してくれるけど、実際はこうなんかね、あんまり手早すぎると追いかけらんないから、全部自分でこうトラッキングをつけていって、こうファ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 ってつけていって、でその素材をそのトラッキングに、まあ、あのリンクさせるとこういう風についてきてくれるっていう、まあ、これそんなに難しい作業じゃないですね。ちょっと時間かかるけどね。でこれね、迫真の飛び込みですよ。これ何なんだろうな、これ。なんで飛び込ませたかもちょっと正直よくわかんないけど、何にも受けてないのにね。なんか避ける動作、これはね、あの1日目だったからね、とりあえずこういう避ける動作あった方がいいんじゃないかっていう、なんか攻撃受けてる可能性もあるからなって、予想はするけど、あの完全に概要通りに想像はできてないんで、まあ一応ちょっと頑張ってたんで入れましたけど、これですよ。こっからかっこいいんだよね。この、これこのズームね、動画のソフトでズームさせたんじゃなくて、実際にこうやってやって、で、タイミングとかも僕がね、こう指示して、いいよって言ったら、笑って、バーンって打つような仕草をするように、こう言って、いいよって言った瞬間、僕もバーンってズームして、その瞬間、笑って、バーンっていう風になるように、これもやっぱりね、結局のところここはもう本当にオーラとかまとって、エナジーボールもちゃんとこうね、バーって出てきてかっこいい雰囲気にはなってるけど、全部ね結局カメラワークなんだよね。このちょっとブレ、この揺れとかも僕の目線をなんとなくこうイメージしてるというかね、僕がうっていう風にこう戸惑ってる状態をこうカメラで表してると。で、まあ、ズームは一応ね、その、何をしてるのかっていうのをしっかり見せなきゃいけないんで、ここはま、ちゃんと映像としての作り。そしたら、エナジーボールがね、わーって出てきて、バーンね。これはね、この曲の歌詞自体に、光の銃っていう風に、歌詞を入れてるんですけど、まあ、これは、なんだろうな、この人の、こう、攻撃って基本的にそういう歌詞にのっとって、やってるんですよね。だから光の銃というのは基本的にパパパとかバーンとか、なんかもう銃を撃つかのような感じで、作っております。
ねえ、バシッとね、まあ、本当はそんな遅く来てないだろうっていう感じなんだけど、一応ね映像として面白く見せるためにはこのぐらいのスピードかなっていう、これねちゃんとふわーってこうふわーって来て、それをカメラでバシッとこう受け止めるっていう、バーンね、ちゃんとあのエナジーボールだけ、あ、このちなみにこのエナジーボールも別素材ですね。これはねまた別で作りました。だからこのイカズチのミュージックビデオではこういうエナジーボールはあの3つ種類がありますね。うん、それをその用途に分けて作っております。使っておりますね。でこれはもう本当にエナジーボールだけなんですよ。これってフワーっていう作った段階では、でこの後のパン、これねこのパンっていうこの飲み込んだんだけどちょっと光が漏れてるこのフワーっていうのは別の素材ですね。うん、こういうフワーってなるようにパーティクルっていうのがあって、そういう細かいフワーっていう煙みたいなのとかそういうのを別でつけてって感じですね。うん、こういうちょっと細かい芸がやっぱりそのリアル感を出すというかね、本当にカメラが飲み込んだんだろうなみたいな感覚にさせる、まあ感じていただけたらいいなと思ってるんですけどね、映像見ただけでもそういう風に思えたらもう大成功ですからわかんないけど ね、ちゃんとその光のフワーっていうのも後から消えて、こんな感じでえっていうこの戸惑いの顔うん、すごい顔だよねこれうん、いい顔してるね。うん、そしてこれね、これなんだよね、これ最後まあ元気玉ですね、いわゆる元気玉を貯めるシーンなんだけど、よく見ててほしいんですけどね、電気玉って多分ものすごいエネルギーを必要としてるんじゃないかなと僕思っていまして、その今までこう小細工でふわーってなんとかできたレベルじゃないだろうと、とにかく僕をぶち殺したいんだろうなっていう感じがするんで、とにかくものすごい強大なパワーを必要としているっぽい感じがしたんで、このねオーラを見ててほしいんですけど、ふわーってこのオーラがあったんだけど、ふわーって自分の体に吸い込まれて、それが手からふわーってこう稲妻がね出てきて、その自分にまとってたオーラさえもこう使って、このサンダーボールですね、うん、電気玉をブワーッとものすごいエネルギーを使って作っているっていう構図なんですけどねえ、これすごいでかいんだろうなっていう、こんなんだからね、まあやっぱこのサンダーボールもね、よく見てみるとずっと使ってたサンダーボールなんでね、単純にあの素材を大きくしてっていう感じだね。ボーッと大きくして、それを本当に元気玉、まあカノンちゃんドラゴンボールね好きみたいなんで、ちょっとそういう要素も入れてあげようかなと思ってピューッってね、まあちょっとねこの飛ぶシーンはね、まあ正直ちょっとなんだろうな、若干なんだろうな、このファね、飛ぶ時のねこのシーンね、このトラジションでね、黒いふわっていうそのシーンを変えるために黒いこのなんだろう、なんか横線が入っちゃうんだよね、これだけちょっと惜しいなと思いつつ、まあ今回はアフターエフェクト触って初めて作ってみた作品なんで、とりあえずこれをもう完成形にしようとして、まあ、一応妥協点とねして次に9大点ですね、持ち込みました。でこれ、まあ、これね一応フォーカスもファファっていうのはこれは動画上でフォーカスをつけたんでね、若干早いんだよな、
フォーカスが早いんだよね。まあ、あんまりよく見えないっていう風な雰囲気出したかったんだけどね、一応。で、このサンダーボール、電気玉ね。電気玉見てればわかると思うんだけど、これもトラッキングじゃないな。これは、電気玉自体を動かしてるかな？多分手に合わせてじゃなくて、電気玉自体を移動させて、こう、そこから、こう、投げるような。ね、これとか。ファーッ！かっこいい、このシーン。ものすごい振り、大振りだもんね。ファッシャーンっていう。かっこいい。カノンちゃん、かっけえな、これ。かっけえな、これ。ふわーっていうね。かっこよすぎる。で、ファシッ。で、これね、これよく見てほしいんですよ、このシーン。これね、これゆっくり、再生速度、ゆっくりできるんだ。これね、ちょっと見ててほしいのよ。これね、この光、電気玉がふわーって向かってくるときに、電気玉だけが来るわけじゃないんですよ。やっぱりその、光を放ってるからね、ちゃんと。電撃って。だからその、光の、まあ、光線みたいな。フレアみたいな。それを、これはね、サンダーボールだけでは、この光は出ないんで、一応ね、ちゃんと、この画面外に、レンズフレアっていう、アフターエフェクトで、そういう、レンズフレア、その、光？なんだろうな、ライトで照らした時の、まあ、素材があるんですけど、それをちゃんとその、105mm とかいろいろ設定して、で、光を、光源は画面外にして、その光源からファーって、遠くなるにつれて、光って弱くなると思うんですけど、結構強めの光にして、その、ちゃんとこう、もやがかかるような感じ。で、ここからサンダーボールを、打たれてるっていう感じにしてますね。で、これ、バーってきて、ね。で、バーシーンって、これも、よく見ればわかると思うけど、これも、実は光源が、上の方の画面外にあって、だから、今さっきまで下にあったけど、この時は上にこう移動させてるんですよね。ちゃんとその、サンダーボールの、光ってるよっていうイメージを、ちゃんとここに、作ることによって、その、そういう印象を出せる。まあ、こういうのも、習ったとかじゃなくて、もう本当に本当にね、やるとわかんないけど、サンダーボールだけだと、なんか、ただサンダーボール来たなっていう感じなのよ。バーンバーンって感じになっちゃうんだけど、すごくね、リアリティに欠けちゃうんだよね。サンダーボールはすごくいい出来になったんだけど、やっぱり向かってくるとか、移動してるってなると、ちゃんとそれ相応にその光の効力があるんだなっていうのを見せないと、リアリティに欠けるなと思いましたね。ねえ、こんな感じで、バッシュッつって。このとぼけた表情。これね。は？これ最高ですね。これはもう、これはちなみにサンダーボールね。これね。ちょっと戻りますけど。これ投げた後ね。実はね。これ投げた後。これね。オーラ、一応ね、もう、弱くなってるっていうところもちゃんと作ってるんだよね。この手前はさ、わかると思う。このオーラが出てると思うんですよ。でも、ブワーってすごい力で、やっぱそのサンダーボールを扱うのにも、こう自分にエネルギーを使ってるっていう状態。で、投げた後はもう、サンダーボールにお任せなんで、もう自分の力を使い果たせばいいっていう考えで、ブワーンっていった時にもう弱いんだよね、この光が。これね。ふわーって言ったら、ほら、ね。ほぼ素の状態って感じだね。この素の状態になることによって、まあ、ここまで見てる人はいないと思うんだけど、素の状態になることによって、
そのバーンって撃たれてえってなってるタイミングでもう降りてきて、でさっきのこの後ですよ、アングリしてる、アングリするシーンね、こうえってまず呆然としてるシーン、もうこれでオーラなくてもさっき電気玉をバーンって投げつけたことによって力を使い果たしたよっていう状態がちゃんとこうつながってるっていうね、これ若干僕映ってるねサングラスに映っちゃうんだよね、この段階はね気づかなかったんだよね多分。でこの時は微妙だけど、ここね真正面で撮らなかったのはあのカメラが映っちゃうなと、思いましてね。わあこの人肌綺麗だな、この大画面でもやっぱ、うん、別にこうなんかわーっていう風にならないもんね、やっぱ肌綺麗っていいよね、やっぱ大事なのはカメラワークと肌綺麗、そこですね。これねこれ実際の時間ですから6時前、これが冒頭のあそこに繋がってきますね、あの時間、あの冒頭撮ってる時間がこれだから、このついでに撮ったのよ。でもこれがちょうどこう夕方感が出ててすごい良かったなと思ったん でこれが夕方だっていうのがここでちゃんと明示されるっていう風に一応作りました。これ冒頭で使った空だね、うん、これはあんまりあの時間の経過をちょっとあの感じさせたくて一応雲の流れみたいなので、これね、まあ、このシーンねちょっとね本当はあのもうちょっと作り込みたかったんですけど、ちょっとね曲、うん、曲のね時間がマジで足りなくて、曲もっと伸びろって思ってましたね作ってる時は本当にあのもうちょっとそのもうさっきエネルギーを使い果たしたけどもっと強大な力であいつをやらなきゃっていう風なこう考えのもとでブワーって力を貯めたんだけど、その行き過ぎた力で暴走してブワーって自分のその体の実体がこうエネルギーにこう、まあ、飲み込まれていくっていうような、まあ、そういうシーンなんですけど、まあ、もうちょっとね尺があれば作り込めたかなと思いますけど、まあまあまあふわーっつってこう消えていくと、あの完全にプラズマ化して消えていってしまうという、そして姿が消えたんで、あーニキビが気になりますね、やっぱ肌が大事だね、うん、カメラワークと肌が大事。まあ一応これであの完全にこうカノンちゃんっていう実体がふわって消えたっていう、後で安心しているっていうシーンですね。うん。これはちょうど本当に夕方ね本当に夕方、あの加工ほぼしてないんじゃないかな、あちょっとだけ黄色い加工はしたと思うけど本当に夕方でしたね、うん、すごい綺麗な夕方だねこれ。そして完全にプラズマ化したカノンちゃんね、これかっこいい目だけブシッつってね光ってんのかっこいいんだよな。これはねあの画面外もね、こう画面外っていうか画面内のこの縁の部分もこうなんだろう、エナジーをまとわせることによってもう一応実体がないけど、まあそういう風に姿が見えるっていう、まあまあまあそれ映像としてのね作りですけど、これねかっこいいこれだよね雲の流れがめちゃくちゃ速いんだよおいってね、こういう効果音も全部あの動画のソフトから使ってあの当ててますんで、でこれね一応ねこれ雲が形変わんないからさ不自然になっちゃってるんだけど、この雲の流れが速いのも一応ねカノンちゃんは実体がなくなって、実体がないからこそこう身をでかくできるっていうことを、まあ、知ったっていう風な感じで、もう星ほどの大きさになるっていうブワーって、そうすればもうあいつごときって感じでね、もう星さえ潰せばもうなんとかなんべやっつってブワーってエナジーを星こう地球の前に溜めて、まあ、破壊しようとしているっていう、まあ、構図を作ったんですけど、体が大きい分その
プラズマだからあんまり関係ないと思ったんだけど、一応ねその体が大きいからさ、動かすのもふわーってこう遅いんじゃないかなっていう、もうすぐファンってこうなんかできるわけじゃないんじゃないかなって、なんかそれなりのこの重さとか、重さとかなんか宇宙だからないと思うんだけど、一応ねあのリアルな感じ出したくてブワーってこう、だからその地球のこの周りも速いのは一応そのこのブワーっていうのがすごい時間が経ってこういう風にエナジーを作ってるっていう、サンダーボールを作ってるっていう、まあそのタイム感を出したかったんだけどね、ちょっと雲がリアリティがあんまなかったからね。でもこれはリアリティ出すのは難しいんでね、まあ多分また地球使うとしてもこの地球です。はい、押してバーンと、はい、うん、バンドキャンプにて配信販売しておりますんで、ぜひよろしければ買ってください。はい、というわけで書類編のによるイカズチのミュージックビデオの解説でした。こんな長尺になると思ってなかったけど、ぜひねよろしければなんかこういう風に動画を作ってるんだなとか、なんか関心持っていただければチャンネル登録とか高評価していただければと思いますね。他にね僕も一応自分の曲の自分の音楽スタイルのギターのね説明とかしている動画があったりしますんで、いろいろ刮目していただければと思います。というわけでちょっと長々と話してしまいましたけど、また別の動画でお会いいたしましょう。またね。Hey.